岩下家一は、日本のホテル経営者、家族。祖父は、薩摩藩出身の明治の政治家、岩下方平。岩下家一支配人を務めた長春大和ホテル、岩倉施設団に参加し、後に軍人となった、岩下長十郎の息子として生まれるが、幼くして、父を亡くす。学習院中等科では、滋賀直也有島育馬らと同僧。 学習院高等科を1年で中退。1900年9月29日、祖父の死去に伴い死者を就職。1905年、東京高等商業学校を卒業し、スイスのローザンヌにホテル経営を学ぶため留学。有島育馬は、スイスの岩下を訪ねた時のことを小説、獣人に描いている。その後、長州に大和ホテル支配人を務めた。 1913年、経営方針に不満を抱いていた岩下は、上層部に経営改善策を拒絶され辞職を決意、辞表を提出した。後に、岩下は、丸の内ホテルの設立に参画するなど日本のホテル業界に大きな足跡を残した。1926年、逗子のギサホテルを設立。1936年には、同窓で、桃園の土屋経済優に、 ホテル業の創業を進言し、第一ホテルを設立させた。1946年5月、貴族院支社区議員補欠選挙で当選し、研究会に所属して活動し、1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。岩下長十郎の息子で岩下片平の孫に当たる。片平は、パリ万国博覧会の薩摩藩代表として、 途仏経験があり、長十郎もシャルルド・モンブランの手配でフランス留学している。ありがとうございます。